こんばんは。こんばんは。どうもどうも。今日はエフェクトの作り方講座キラキラ編ということで解説の方をさせていただきたいと思います。この右耳についているこの宝石ですね、これのモデリングの仕方っていうのをまずは宝石編でご紹介していこうと思います。今回作った宝石は、どういう形かというと、見やすいように色分けしてあるんですけど、こういう風な涙型のカットの仕方になってまして、これが表面という感じになってます。裏面というのがこういう風になってまして、おー、表面と裏面でこうカットの仕方が違うという感じになってます。と分かりやすいように横から見た図も助手が急遽描いたんですけど、こういう感じの厚みになってます。A 面の屈折を作っていこうと思うんですけど、屈折というのがそのどういうものかというと、面によってですね、光が屈折しているんですよね、名前の通り、はい、なので、今はこう裏側が正しいように見えてしまっているので、こう透明度の高い水晶みたいに見えちゃうんですけど、これが少しこう面によって違う風な見え方をしてほしいっていう感じなんですよね。まずは真ん中の面を屈折させるとどうなるかというと、何かが違いますね。何か出てきましたね。真ん中だけ拡大したような動きをするように今なってます。でこれは先ほど裏面を複製したと思うんですけど、この複製したこの面ですね、これらを先ほどと同じようにこの表面の A 面ですね、この面にクリッピングします。なのでこれをコントロール C でコピーしていただいて、この屈折面全部のクリッピング欄にこう貼り付けするっていう感じですね。真ん中の面に関しては拡大するような動きをつけたので、例えばここだけを選んでいただいて引っ張っていただくっていう感じを、この屈折面の局面に対して行ったっていう感じですね。向かって右上の方についているこの月の髪飾りですね、これが金属になってまして、メタリック感みたいな感じますかね。こういう感じに作るコツをご紹介していこうと思います。まずは月に関してですね、まず線と塗りで大まかに分けるような感じで作ってあります。で、なんでこういう風にするかというと、間にこういう白い光とかを挟み込んで、ちょっとフレアっぽい表現とかをするためっていう感じになってます。宝石のマスクに近い表現なんですけど、同じ立体に沿った動きをするんではなく、月が動いた時に月とは違う動きをすることで表面が反射しているように見えるっていう表現をするために分けてあるっていう感じですね。なのでこう下にベースの塗りがあって、この影があって、上に線があるってい こう挟み込んでるような構造になってます。で線の方にもですね、上にこれですね、発光反射というのがあるんですけど、これも線に後ほどクリッピングする予定になっていて、一時的に白くなるような場所を作ろうっていう感じでなってますね。これもライブツリーに取り込んでから設定するようなところになってます。あとは髪飾り反射っていうのも一つ用意してあって、これが髪飾りの中でもう一個作った後真っ白くなる、これですね。これに関してはこう振り切った時だけ真っ白くなるように、ピカッと一瞬反射するような感じの表現がしてあります。という感じで、これについてはもうパラメーターの時点でこう工夫が、最初 0% になっていて、この 0.9 まではマイナスもプラスも 0% で見えていない状態です、はい、で 0.9 から1になった時に一気に 100% になるっていう感じですね、一気に現れますね、はい、こういうふうにここのパラメーター作っていただくことで、 0.9 まではだんだん明るくなっていって、マックスまで行った時だけふわっと白くなるっていう感じの表現になっています、これはパラメーターの方でつけてあるので、物理演算の方はシンプルにつけていただければ、大きく入れた時にこう白くなるっていう感じの表現ができているかと思いますね。最後はモデルの方でパラメーターに組み込んであるんですけど、それをさらにモーションを作っていまして、 VTuber モデルでモーションできるようになっています。それを再生すると、おー、こういう感じで光るようになってます。で、キラキラ2についてですけど、キラキラ2はですね、先ほどフォトショップで見た破片たちがあったと思うんですけど、はい、この破片をですね、ちょっとまた複製して発光として用意しています。発光と用意したものは複製したものに全部グルーでつないでありまして、こちら、元の素材の方に 100% にしてあります。で、そうすると全く同じものが全く同じ動きをするんですけど、この発光の方はですね、こうブレンド方式を加算にしてあります。そうすることによってこう光ってる感じですね。この芯がありつつ、この周りが光ってる、なるほど、こういう表現になりますね。でこれが元の方を加算にするだけだとちょっと薄くなっちゃったりだとか、光としてはちょっと弱い感じになっちゃうので、これは使いたい用途によるんですけど、今回は芯がしっかりありつつより光ってる感じにしたかったので、こう追加で複製して加算にしたっていう感じですね。